方歳三軍は松前城を落とした。不眠の進軍で戦い続けた兵たちはやっとのことで眠りこけた。それこそ死んだように眠っている。しかし江差方面に逃げたと思われる城兵たちの探索が必要である。歳三は元新選組のメンバーだけでその探索に走った。藩兵たちの反撃するのか完全逃亡かが問題である。二つ山を越え急な坂の峠を登り切ったところに小さな山小屋があった。その周辺で敵兵らしき姿を見定める。やはり奴らは反撃の準備をしていたのか。隠密裏に山小屋に近づく。そして一気になだれ込んだ歳三たち。と山小屋の中にいたのは城から逃れてきた女たちだった。一番奥の気品のある女性を守るように10人ほどの女中たちが会見に手をかけて身構えている。城落ちの御殿女中の面々か。ああどうも。奥の方は範弘殿のご正室のようであるな。我々は危害を加えるものではない。私の名は元京都の新選組副長土方歳三と申す。安心されますように。と女中連中の中から驚きの声が起きた。聞き伝えながらも歳三の名は知っていたようだ。突然歳三は現在の新選組指揮官斎藤はじめと松本捨て助を手招きし小屋の外へ出た。この峠にて新選組副長として二人に命令する。あのお女中たちを青森にいる範弘殿のもとへ送り届けよう。土方さん、どういう意味ですか。蝦夷地での戦いはこれからですよ。分かってる。だから言ってるのだ。これは新選組副長の命令だ。今頃そんな命令と言われても。局中法度を忘れるな。違反した者は切腹もしくは切る。歳三の真剣さに息を呑んでる二人。無事に奥方を相手に送り届けたなら君たちはここに帰ってはいけない。我々を追い出すつもりなのですか。どう理解しようと君らの勝手だが、とにかく故郷へ帰れ。そう言うと歳三は膨れた巾着を出し松本に10両
斎藤に30両を手渡した。松本君、君には両親兄弟が健在だったな。それに田畑にも恵まれている。斎藤君は南多摩へ帰っても待ってる家族も、そして田畑もない。二人の選別の差はそこにある。理解してくれ。さあ善は急げだ。こうして斎藤と松本二人は奥女中に守られつつの奥方を護衛し、山小屋を後にした。歳三にはどうしてもこの二人は死なせたくなかったのだろう。この峠においてもう消滅した新選組の副長の命令を執行させた。その心の裏には、榎本たちが唱えている蝦夷地での新政府などを信じてはいなかったのだ。先に言った近藤、沖田、その他の面々のような犬死にはさせたくなかったのであろう。ではなぜ歳三は戦うのか。武州バラガキの喧嘩好き、やれるだけの喧嘩をやってみたいという、その考えしかなかったのかもしれない。その頃には官軍の方はいよいよ蝦夷地への進撃の準備が整ったようである。今日には天皇を中心とした新政府が誕生し、年号も明治となったようである。風が噛みつく雲がなく、今日も真っ赤な雨が降る。鴨川ひとりに騒ぐなよ、まこと人も不死の新選組は歳三のなる刃の不調何が大政奉還だ。将軍慶喜公もほとんどだらしない。まして許せねえのは旦那が兵を置きっぱなしにして夜逃げしたってこと。しかし我々新選組がいる限り薩長らの思い通りにはさせねえ。